にちは。おはこんにちは。やっほー。エアうどん吸ってください。服かわいい、ありがとう。皆さんゲットしましたか？ゲットしましたか？皆さん STU のSTU の服、公式 T シャツ、皆さんゲットしてくださいましたか？似合うね。だってありがとう。ママが買ってくれました。ママが買っとってくれました。急に来てくれたんですよ、ママたちが。その時に買っとってくれました。お久しぶりです。買っとってくれました。皆さん、そう、公式のやつです。公式のグッズで、ヒルカノンだよ。ヤッホー、初見です、ありがとう。坂道が好きなのかな。こんにちは。服は可愛いだって、ありがとう。服は可愛いだって。お揃いしてね。めちゃ久しぶり。ママありがとう。ウォーリー思ったよ。思ったけど、し、ほら、みんなこれは熱中症対策になるよ。カノンがね、あ、初見でしたって、ありがとう。今日ね、コンタクトまだ入れてないから近づかないと見えないの。なんか皆さん、ディフこの格好で見てくださいましたか？はじめまして。メガネあるけどどこ行ったんだろう。こんにちは。これはね、ディフとかで結構他のアイドルさんとかもいたんですけど、やっぱ色も柄も目立つので、めっちゃ一瞬でヒュッて見つけれるので、皆さん買ってね。お揃いしてね。なんかカノンが中1ぐらいの時に使ってたペンライト持ってきた。配信急すぎる、ごめんね。でも聞いて、もうね、多分ね、電池ないんだよね。ほら、こっちだけつかない。ついてんの分かんなくない？こっちはなんとなく、やばい、色の違い、両方ついてんのに。コメしてって言われたけど、言われたからしたけど、流れます、だって。読みました。ラホホイ、イエーイ。そう、皆さんとおそろってスタイル。こんにちは。イエーイ。何のサイリウム？何の？これ普通に自分で買ってたやつ、自分でイベントに持ってってたやつなんですけど、なんか8色ぐらいに変わるやつあるじゃないですか、下押したら。あれは他のアイドルさんのやつを買ってたりしたので、そのアイドルさんとか名前が入ってるんですよね。初見です、ありがとう。暑いから来た、ありがとう。あ、12色か8色かな、どっちか分かんないけど持ってるんですけど、あれは他のアイドルさんの名前とか結構入ってるんで。筒だけ交換とかできるんですか？
何かぶってるのだって。単色だよ。 STU のタオルかぶってます。あれですよ、あのカノン基本青色の人が好きだったので、青のペンライトでした。持ってるの初めて。来た、ありがとう。花のんって懐かしい。花の懐かしい、今日本語おかしかった。花のヤッホーって言おうとした。懐かしいって他の人のやつ混ざっちゃった。そうそう、カノンパルトゥって天然、誰パルトかな、パルトのこと。見てみんなお揃いしてね。これここのね、この STU のなんていうの、ここのこれがねポイントです。みちゃローソンって言われるんだけど、どこで売ってるの。あ、ティフで売ってただけかな、よくわかんない。ロゴ、そうそう、ロゴがポイントです。どこで買えるんだろう。ティフでは売ってたんですけど、あ、そう、タグ、ロゴのタグがねポイントです。バイバイだって。バイバイ。手に入らんやんって。ネットで買えるらしいですよ。17歳の高校2年生です。ネットでもうすぐ買えるって。みんなお揃いにするんだ。ゆな、手を切ってくれた人はね結構この格好お揃いの人いたんですけど、今日手紙出せるだって。待ってるよ。そう、ニコイチ。あ、そうそう、ディフの時になんか STU48 でしたってやつをふーちゃんとふーのんでやらせていただいて、その時にもこれ着てました。いけなかった。これこっちが出る方だったかな、出ない方だ。この T シャツね、ちょっと着こなし難しいよね。やぶしたヒュー言い回しよ。あー、よっしゃ行くぞー。タイガー、ファイヤー、サイバー、ダイバー、ファイバー、ファイバー、じゃーじゃー、イエーイ。下はね、カノンは今短パン履いとるけど、そうそう、青、水色みたいなんかと思ったらめっちゃ青だったよね。思った。グッズいいでしょう。カノンちはね、あとねトートバッグもあります。ママ、トートバッグそれ使って帰ってきたけね、やばいよね。ティフ、ティフ、ティフ、フェスっぽいやつだと鼻感があるよ。待ってて、そうそう、トートバッグはねみんな普段でも使えるよ。ちっちゃく STU って書いてあるだけだから、オタを隠してる方にもおすすめです。まだ実家だよ。ほら、フェスっぽい、フェス女子、 JK っぽくない？ JK、
グッズが家にあるだけで怒られるって。トートバッグはセーフじゃない、見えないよ、浮かれてる JK っぽいだって。こういうのいるよね、こういう格好でフェス。そう、 T シャツもね、わかんないよ、わかるのはね、ちょっと多分タオルぐらい。ほら、何タオルって、フードついてるんですよ、かわいい。これ映ってる、映ってる、ん、ほら、そうそう、体育祭とか文化祭で浮かれてるやつって、お祭りにいそうだって。ハマカンは友達に借りました。そうそう、2人組とかでね、よくねこうやって撮ってるね写真。お昼食べてくる、いってらっしゃい。中2？誰が？私は高2だよ。手作りじゃないよ、手作りでできる人いるの？ T シャツのサイズなんだろう、わかんない、どこに書いてあるんだろう、よくわかんない、書いてない、よくわかんない、どこに書いてある。姉と同い年、弟。T シャツフリーサイズらしいですよ、皆さん。フリーサイズだって。タオルの生地どんな感じ、普通に、あ、なんかね、ふわふわしてる。マフラータオルとか、カノンの持ってるマフラータオルとかに比べたらめちゃふわふわしてます。で、なんか洗うとここがカピカピになる柄のやつとかあるじゃないですか、じゃなくてなんか糸に色がついてるやつだから絶対カピカピにならないです。すごい、サイズ書いてくれてる人いるよ。すごくない？そう、めっちゃいいやつ、めっちゃふわふわだよ、やばいよ、絶対カピカピにならんやつだし、色も多分ね、そんなすぐ合せん。あるよね、カピカピになるやつ、あの英語絵の書いてあるところが、なんか300円とかで売ってるタオルとかさ、すぐさカピカピになったりするけどさ、めっちゃいいやつですね。ほら、わかる？布、花のサイズぴったり、こんな感じです。ぴったりっぽいですか？ちょっと大きめかも。でもなんか女の子とかだとちょっとダボっとしてて可愛いかもしれないですね。ああ、もうやだ、でかいって。本当？カノン結構普段から T シャツダボダボのやつ着るからよくわかんないけど、割とダボめ、うん、ちょっとダボめ。でもカノンは肩幅広いからそんなに気にならないけど、めっちゃ華奢な子とかだとちょっとあれかもしれない。だるまありがとうございます。猫アレルギーな気がするんだよね、わかんないけど。今日めっちゃ前髪の調子が良いですね。仕事行ってくるって、頑張れ、こんちゃー。私も広いから、じゃあ多分一緒ぐらいのサイズですね。猫飼ってます、3匹今はね、いない、ショックでした。広島の握手行ったって、ありがとう。鼻かんスクショしたいからポーズして、はい、カピカピ。俺が来たら絶対ピチティになるつって。え、でも結構大きいサイズですけどね、わかんない、どうなんだろう。それはね、
広めです。めっちゃ袖めっちゃ広めでね、なんかここのね横幅も、初見ですだってありがとう。横幅もねめっちゃあるよ。はーい、これでもあれだよね、普段はちょっと着にくいかも、よくわかんないけど着れるのかな。カノンは T シャツに、大きい T シャツに短パンを履いて短パンを隠す丈が好きなんですけど、髪巻いてます。短パンを隠す丈が好きなんで、めっちゃね、こんな感じでした。わかった。そう、すごい目立つ、 STU 感はすごいよ。そうそう、短パン隠す丈が好きなので、カノンはすごい好きなんですけどね、夏だから、冬もあれこれ使えるよ。中に長袖着たらいいんだよ。みんな分かったかい。そうそう、ライオン T の方がでかい。カノンの着てる、いつも着てるライオンの T シャツのがでかい。尻尾生えてない、だって生えてないよ。にゃんこがいるのかと思った。履いてないときって飛んできました。めっちゃ面白い。あとはかなさん755見ました。もうワメも見ました。嬉しかった、もう本当にニヤニヤしちゃう。大変、今来ましたって。これはフェスっぽいかなと思ってつけてました。コメント拾ってくれないだろうけど挨拶だけでも、だってまた来てくれてありがとう。もうワメ取れたんですよ、初見です、ありがとう。公式 T シャツでテロップに変えとこうかな。ああ、はい、いつまで実家でしょう。初見何歳？高校2年生の17歳です。そう、ちゃんと取れてた。メールが来ました。だるまありがとうございます。名前呼んでほしい、だってゆいちゃん。そうそう、めちゃにやけてた。あ、そう、かなさん来てくれた時、はなちゃんさん、セブンティーン、そう、セブンのティーンです。イエーイ。そうそう、花のセブンティーン。お、同い年。え、絶対違くない？こんにちは。公式 T シャツでーす。イエーイ。今んとこ同い年だって、イエーイ。弥生ちゃん、初見の人めちゃ多い、ありがとう、嬉しい。高2です、高2。 JK ですよ、皆さん JK ですよ。フード付きのタオルね、めっちゃ可愛いよね。ふわふわしてて気持ちいいですよ。こんにちは。11、12握手会行くって待ってます。やっほーほーい、イケイケだって、ありがとう。あれ、あれ、 BJ タオルってなんで NG？ え、タオルって NG なんですか？
48ショーを見てカノンにハマっただって、あの太ってた時のウケるこんにちは、初見詐欺です、だって。やっほー、初見の人めっちゃ多い、ありがとう。仕事戻るって頑張って、お仕事頑張って JK ベイ。タオルもホテルも NG、 フード付きいいよね、熱中症対策。そう、ママがね買っててくれました、イエーイ。皆さんお揃いの人絶対いるでしょ、お揃いの人いますか。カノンフェスバージョン、だるまが100個ありがとう。おーおー、そう、入る前いろんなオーディション受けてました。メンバーもらえないですよ、試験だけ握手行きたくなった。え、坂道さん好きなんですかね、三角ついてるってことは。話しましょう、教えてほしい最近の情報をいろいろ。フリーサイズって聞いた、顔何年したって、着れますよ多分。ヒューデ3期生さんのライブ見れてないんですよ、見たかったんですけど、もう自分たちが終わってすぐ帰りました、12時とかに帰りました。東京暑いだって、涼しくなれ。カノンツ名前の子に惹かれてく、ねえ、ひらがなきゃあきさかさんの、ひらがなきゃあきさんのショールーム始まったから見に行かなきゃ。坂つけてないから、坂道音だって、喋りたい。カノンのとこはクーラーついてるんですけど、これがね暑いですね今。フリーは LL までだって。大阪も暑いだって、もう暑いね全国。もうこないだ、おとついまで愛知はね台風がやばかったですね、だから全然出れなくて、外に出てももうなんかわーみたいな、大変でした。風もなんか雨もすごくて、窓にもうブワーって雨がすごかった、大変でした。今大丈夫だと思います、昨日はね晴れてました。広島雨だって、台風でも過ぎたよね、今新潟とからへんかな、昨日の夜かなね、昨日愛知ね風強かったけど雨はね大丈夫だった。ドアに顔挟んだ、大丈夫。実家だからダンス配信したかったんですけど、ダンスをするスペースがないのでね。ああ、物置、自分ダンス配信したかったんですけど、帰ってきたら自分の部屋が物置になっててショック。そうそう、物置になってちょっと踊るスペースないんですよね。青子推しだって、青子はまた次じゃない、え、次ん、次今度登場します。そう、くうかちゃんダンス配信してたからやりたいんですけど、待って、あ、マニキュア落ちた、よいしょ、やりたい。部屋の紹介お願いします。めっちゃ物置だよ。あとね漫画とかばっかだから映せん。
ベッドの横に、ベッドの上、ベッドがあって、この上、頭のところに漫画がズワーって並んでて、机、勉強机のところにも漫画がズワーって並んでます。漫画好きなんですよ。そう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 、大西桃子さん、彼女ショールーム結構見に行くんですよ。でもね、やっぱなんかコメントは恥ずかしくてできない。暑いよ。パフォーマンス見たかった。だってどんな漫画、少女漫画、え、なんかちはやふるとか暗殺教室とか3月のライオンかな、あれとかですかね。あとささみさん頑張らないとか、犬ぼくとか、犬ぼくがめちゃ好きです。夏休みです。ほーって、ちはやの映画楽しみですよね。走り出すバス。犬ぼくもうやってないですよ。何年か前にもう終わり、完結してます。アンソロジーとかも通ってます。バス追いかけて、僕は君に伝えたかった、心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ、どんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう、僕が僕であるために。あ、モーンナウだって、ヤッホー。どうどうに素直になろう、トゥルトゥルトゥル、大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。元気ですか？元気です。3番目の風歌いたい。3番目の歌っちゃダメなんですよ。お昼ご飯はまだ食べてないです。っていうか15分までです。ケーキさんで好きな曲は山手線とまた会ってください。あ、そうそう、また会ってください。あの去年高校の時に美術選択してて、なんか CD ケースみたいなのを作るみたいな時があって、自分の好きな歌で作れたんですよ。見てほしい。自分の好きな歌でね、作れて、それがね、頭になんかちょっとつけとこ、寂しい。そう、自分のね好きな歌で、あ、語るなら未来はめっちゃ好き、作れて、反射しちゃうかな、ほら、自分で CD ケース作るみたいなやつで作ったんですよ、去年。もう気づきずなんですけど、これ浮くよね、浮ける。裏はね、こっち側が裏なんですよ。表はちょっと急いで描いたから、めっちゃ下手くそだから嫌だ。これでもなんかストーリー的につながってるんですけど、これ裏です。裏の方が上手にできたか裏見せとく。
ジガビアめちゃ難しかった。これだって爪楊枝で書いたんですよ。細くて、急いで書いた。これ外せるんです。ちゃんとね、歌詞も書いてあるんですよ。字が残念すみません。ほら歌詞、そう爪楊枝でね書いた。雨降ってるように見えますこれまだずっと歌詞続いてるの。道路上手、懐かしい。ダーツかと思いましたって、くそ。丸いのは傘です。ねえねえ、幼稚園でそういうの書いてたって。ねえ、アルバムの新曲もめっちゃいいですね。そう、音楽か美術の二択でした。私は歌いたくないので、歌が下手で絶対歌いたくなかったので美術にしました。焼肉戻りますだって、いいな、連れてってほしい。これがね今実家なのだからめちゃ見せたかった。イエーイ、上手でしょ。なんか歌があれなんですよ、フランス語かなんか英語みたいな曲を暗記して歌うんですよ。もう絶対日本語でも大変なのに、日本語でも音痴で忙しいのに、外国語で歌うなんてもう絶対無理と思って美術にしました。ねえ無理ですよね。なんで覚えれない、絶対かの。ピース、英語ならごまかせそうだって。確かに、いやあ、劇場行くんだって、楽しんできてください。公式ティーだよ。イタリア語だって大変。ドイツ語の歌だって。どこの国の。バッグあるよ、バッグはあっちの部屋に置いてある。ママ使っとるから。バッグ、愛知おかえりだって。ただいま。 T シャツ見せていいよ。髪型めっちゃいい、ありがとう。姉がかのんちゃん、阿波踊り出てよって。阿波踊りこういうやつですかね。そうマリンね、なんかこれあれだよね、多分形はなんかこうか。 JK 感出まくってる。 T シャツの裏、裏ってどういうこと、こっち。イエーイ、初見の人めっちゃいたから、またカノンたくさん配信するのでわかんないけどフォローしといてください。裏地背中どっちだい。予約あると見やすい。予約頑張ります。そうそう、今何分だい？
みんな今何分？みんなカノンとお揃いしてね。正確には磯貝家とお揃いだけど。10分だって。じゃあ13分になったら教えてほしいです。白いハートをピンクにしてください。好きすぎて好きすぎ、ねえ確かに星にクソを選択したらピンクして。こんにちはこんにちはこんにちは。他のメンバーは親が買ったりしたら買ってますね。多分カノンのとこはママが買ってくれてました。AKB 賞見て握手券取ったって恥ずかしい。あんなキャラじゃないのに。チューして。キスの仕方教えてほしい。どうすればいいの。そうもう終わりなんだ。すみません、キスしませんか。待って彼女となんとかなうに使っていいよ。だってやだって言われた。ガビョン、わかんない、なんて返すのかちょっとわかんない。ダンスは独学。そうですね、キス待ちとかの振りとかは見て、テレビとか見て振り起こしです。ああフォロワー5000人企画で何しよう。セーラー服でもしようかな。そうセーラー服を買ったので握手会で着るので、次の握手会3日間の中の何日かのどっかで着るので、皆さんセーラーカノンに会いに来てね。まだコスプレじゃないよ。そう夏服のセーラーです。皆さんまだ年齢的にはコスプレじゃないので、リアル JK なんで見に来てね。13分になった。はいはい、だって待ってます。髪はストレート？何の髪の毛がいいんですかね、セーラーの時。ちょっとまた話しましょう。高2です。じゃあちょっと13分になったみたいなので順位を読ませていただきます。13位 GG さん、12位ゴンドラリフトさん、11位トロイさん、10位タックンさん、9位ウッチーさん、8位 BS さん、7位アイアンさん、6位タナチューさん、5位ヒデさん、4位リョーニャさん、3位ヒロさん、2位モンちゃんさん、1位チャーミーさんでした。ありがとうございました。ありがとう、みんな見に来てくれて。すごい突然のゲリラ配信だったんですけど、見に来てくださった方ありがとうございました。またやると思うのでフォローしといてもらえると嬉しいです。髪型はまた話そうね、ショールームで。ということで皆さんありがとうございました。お揃いしようね。熱中症気をつけるんだ。バイバイ。